国家公安委員会委員長は、日本の内閣府に属する国家公安委員会の長。警察法第6条により、国務大臣をもって当てられる。委員会委員長と長上した者が、正式職名であり、国家公安委員長は略称である。委員の中から五選で選出するのではなく、委員とは別にあらかじめ委員長として命ぜられる。合議体の民主的な運営という観点から、 委員の任命には、衆参両議員の同意が必要とされるのに対し、委員長は、国務大臣であり、内閣総理大臣からの指名で就任する。国家公安委員会は、会組織として、警察庁を所管するが、委員長は、内閣法に定めるところの主任の国務大臣ではない。主要国首脳会議における司法。 内務大臣会議の出席対象者としては、内務大臣に相当する役職者として、国家公安委員長か警察庁長官のどちらかが出席している。対して、内務大臣の地方行政分野をほぼ引き継いだ総務大臣は、警察行政を所管していないことから、内務大臣会議への出席対象ではない。一方、かつての中央省庁再編前における自治大臣は、 国家公安委員会委員長との兼務が多い。兼職の規定はなく、実際に自治大臣を兼任しない国家公安委員長も存在したが、自治庁長官時代である、第二次元内閣から省庁再編を見据えた第二次、森改造内閣発足までのほとんどの国家、公安委員長が自治庁長官、自治大臣との兼職である。これにより、 事実上諸外国の内務大臣とほぼ同等の行政事務を担っていたが、国家公安委員長は主任の大臣ではないため、かつての内務大臣が有していたような警察に対する強い権限を有さない。中央省庁再編後、自治大臣が総務大臣となって以降は総務大臣の所管業務の拡大もあり、国家公安委員長を兼任した総務大臣は阿蘇内閣における 佐藤つに限られ、しかもこの県務はわずか20日で解消されている。中央省庁再編以後は、防災担当大臣や消費者及び、食品安全担当大臣などの兼任令が見られる。会務を総理し、国家公安委員会を代表することとされ、国家公安委員会を招集する。委員長及び3人以上の委員の出席がなければ、国家公安委員会は会議を開き、 議決をすることができないとされており、国家公安委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。議決が賛否同数の場合には、委員長の決するところによる。国家公安委員会では、委員長が外遊、短期間の疾病等の理由により、不在となる場合に備えて、あらかじめ委員の一人を委員長代理として汚選し、会議の招集。 議長役を代行させるることとなっているただし、この委員長代理には国務大臣たる委員長の代理権限まではないため国家公安委員会規則の制定文書名等の決裁行為は内閣総理大臣が一時的に指名する他の国務大臣が国家公安委員会委員長事務代理の名で行う。ありがとうございます。